塩の山ライオンハートの三枝クララのチャンネルへようこそ。以前イエス・キリストより311911は序の口、とんでもないことが計画されている。男は西に向かって叫べ、女は神の花嫁になれ、そして米俵を高く詰めよという啓示を受けました。またダビデより光の真実について明かす時が来たという光とともに啓示も受けました。それでは今日も Here we go。 こんにちは、日本一の霊能者、塩の山ライオンハートの三枝クララです。いつもありがとうございます。今日はね、昨夜起きたこと。昨夜私は号録されかけました。それはイベルの特攻隊からの生き量によって、こういう話がわからない人はここで帰ってください。真剣に聞いてくださる方だけここから続けてください。それでこれまでね、こうイベおかしいぞっていう、最初はこうね、ぼんやりしていたものが、こうだん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 、その焦点がこう絞れてきて、だんだんそれが明確になったのが昨日でした。これはね、ここ 2,3 日の私がアップしたあの動画のサムネイルですが、過去にもね、何回かそのまだぼんやりしながらも上げてきていると思うんですが、ね、イベー おかしいぞと、今のね、こう YouTube とか、それからあの個人輸入のね、あのサイトなんかでも勧めているあのイベの飲み方は危険なんじゃないかなって、だんだんこういうこと、公害、人工香料による公害、それにコロスケ、こうアポペンなどの脳のバリアを耕かしておいて、そこにイベを注ぎ込むっていうのはとても危険ではないか。あの、私はイベ自体は良い薬だと思いますが、お金と同じです。あの、使い方を間違えたら大変なことになる。で、昨日これらは、昨日アップした動画のこれね、あのサムネイル、このね、コロスケも反枠の人たちへのこのイベのこう推奨も、全ては支配者の手の上だと私は気づいたので、もう私はこのリンクから降りるっていう動画を昨日アップしたのですが、今朝の未明の牛蜜時、わかりやすく昨夜って言いますが、昨夜の遅く、私はこのね、イベルをこう世に広めるお役目を持っているこう特攻隊と、さらにその上の、あの悪魔崇拝者のね、そういう使命を持った人たちからの生き量で、私は心臓をわしづかみにされて、もう少しで号録されるところでした。多分ね、あのその辺の霊能者だったら死んでいたと思います。もうね、あのこういうこと私もいっぱい、もう何度号録されかかって、その度に神様に助けられたか。もう昨夜もね、あの神様に私は守られているって本当に思いました。で、これほどのね、生き量、怨霊で私を襲ってくるということは、このイベに対して私が気づいたことが真実だからだと思います。聖書を読ませていただきます。旧約聖書箴言 18-6、 正義は道をまっすぐ歩む者を守り、悪は悪しき者を倒す。彼らのね、悪はいずれ彼らの身を、彼ら自身の身を滅ぼすことになります。私だってね、あの弱い人間でね、間違いもいっぱいしてきましたが、でも神様をね、求める気持ちはずっと持っていました。この神様を求める人と悪魔を求める人、必ず丈夫がつく時が来ます。昨夜この彼らのもう生き量に襲われましたけれども、こうやって今日も皆様にお会いすることができています。悪は
滅びる神の子は必ずさらに蘇っていきます。今日はね、昨夜未明、私はこうイベルの特攻隊の生き量に襲われて、もう少しで強力されかけましたが、それは私がこのイベについての確信に触れているからだと、これ私が真実をついている証拠の他ならぬことだと思います。それでは今日はこの辺で、またこのチャンネルに遊びに来てください。またね、バイバイ、光あれ。